こん、あ、間違えました。おはよう。よいしょ、おはようございます。やっほー、ありがとうございます。一番上閉めてなかった。おはようございます。おはよう、おはよう。こうって言っちゃいました。美人だなんてありがとうございます。おはろー、帰り帰り帰り。ちょっとじゃあ今からキラキラをつけたいと思います。適当に。よし、皆さんおはようございます。月曜日がやってまいりました。え、ご機嫌いかがか。ご機嫌ですか。え、どうですかね。逆に聞くけど。え、そう、でも朝ほとんどすっぴんです。ほぼ朝らしいかなって思って。昨日下町ロケットありましたね。とっても面白かったし、なんかすごい、なんだろうな、応援したくなるね。そう、一生懸命な方って、おお、もうそう、頑張れ願ってた。今日はですね、何話そうかなって思ってて、私の今ハマってることについてとか話す。私実はこれ言ってないと思うんですけど、今韓国のオーディション番組にハマっていて、あのニジプロジェクトっていう名前なんですけれども、あの日本の女の子がそのアイドルになるための公開オーディションみたいなのがあるんですよ。なんかそれで、主催がソニーミュージックさんと、あの韓国の JYP さんっていう、あ、待って待って、私受けないよ。受けない、ちょっと待って待って、受けると思ってます。ちょっと待って、受けません。客観的に、あの第三者として見てるというか、全くそんなことじゃないですよ。行きません、日本、新潟にいますけれども、あの Hulu で見てて、なんかすごいんですよ。あの TWICE さんの事務所 JYP さんっていうお仕事だって、応援するって、ありがとうございます。アジア進出、あ、すいません、ここに留まってます。ここに留まってますけれども、そうなの、そういう大きいオーディションがありまして、それをね見てるんですけれども、なんかあの歌とかダンスの審査とかがあったりして、すごい感動するし、なあ自分も頑張ろうって思えるから、今それがね すごいあのハマってる私。うん、あ、ちなみにドラゴンボール。もうなくなっちゃった。二口で終わってしまった。なんかね、今日は7時30分からの配信なんですけれども、間違えて6時30分だと思ってて、なんか6時ぐらいにアラームセットしちゃって、6時に飛び起きて二度にしようと思ったけど、ここでしたら多分私寝坊するか、すごい不機嫌な配信になって、多分ファンの人に当たるなって思ったので、自己規制わかんないけど、もう寝るのやめた。そう、なんか不機嫌になってしまうと思ったから、それはね避けたいので、この時間まで頑張って起きてました。でも声がまだなんかこもってる声、
なんかね、今ショールームの背景真っ白じゃ、真っ白か、飛躍ある、飛躍あるんですけれども、ほぼほぼ真っ白じゃないですか。それで壁紙買ったんですよ。壁紙を買いました。どんな壁紙なのかというと、なんかなんかちょっとなんかレンガの間に苔生えてるっていう苔が生えてるっていう壁紙なんですけど、なんかちょっとジブリチックな紙、壁紙を、何びっくりした、そうなの、そう、すごいおしゃれ系なので楽しみ。なんだろうね、コンコンって何ですか。楽しみだね。前髪長い、前髪切りに行きたいんだけれども、なかなか行けなくって、自分で切るしかないな。すごい長いどなた様ですか、お入りくださいだってえ、これね、なんか前までこのライトつけてたんですけれども、なんかつけるとなんかさ、顔がバーンってなんかなるからやめてみた。どうしようかなって。そう、つけない方がいいよね、やっぱり思いました。じゃあみんなが、じゃあ今日お仕事の方いらっしゃるかな、多いかな、今日お仕事の方、今日お仕事の方がどのようにして頑張れるかっていうのを今日もやりたいと思います。あ、お仕事やっぱり、はいはいはいって。じゃあみんな、今日のね、お仕事、今日はどうしようこの前コーヒーをおごったじゃないですか、だから今日はコーヒーじゃなくて、今日は後輩を褒める、あ、後輩がいらっしゃるから、後輩を褒めるというのがいいと思います。なんか理由もちゃんとあります。その後輩を褒めるっていう理由は、あの新卒の方がねいらっしゃるじゃないですか、4月の頭ですし、で、あの新しい環境に慣れてないと思うので、もその中でみんなが、上司のみんなが褒めてくれたらすごい嬉しいと思うんですよ。だからじゃあ今日は後輩がいらっしゃる方、後輩を褒めましょう。あと逆に上司のことも褒める、褒めちゃう上司のこと、なんだ、でも褒められると人って嬉しいじゃないですか、やっぱりどんな人でも嬉しいと思うので、なんか目の中になんか入っちゃった。そうだから、あのみんなで褒め合う褒め合いましょう。おだてるだって、違う、褒めるの、目が、そう、褒めるんです。あと、なんだろう、みんなどんなお仕事ですか。私は褒めて伸びます、褒めて伸びる、伸びますなので皆さん、
おはようございます。おはようございます。どんなファンも褒めて。え、でもあの普通にこんなにね、朝のお忙しいね時間、朝の1分はすごい、1分というかもう30分時間は大事という中、こんなに多くの方に来ていただいて、コメントもしていただいて大変嬉しい。でもこれは褒めじゃないか、感謝か、なんだろう、褒めってなんだろう。え、そう、あ、自分もカリちゃん褒めてるつもり。なんかメールの返信とかで褒めてくれる人がいてね、すごい嬉しいな、うん、嬉しいなと思ってます。カリちゃんのために早起きしてありがとう。そうなの、お仕事行ってらっしゃい。え、なんかね、メールの返信がね、先月ぐらいいきなり、なんかもともと10万件以上あったんですけど、何万件になったんだっけ、3万件減ったんですよ、合計が。え、なんだこれって思って、あのマネージャーさんに言ってみたら、あのなんかそのメールの返信を見るサーバーみたいなやつが重くなっちゃってて、あ、もう実際そうだと重くなっちゃってて、だからあのなくしたっていう。おお、なるほどって。でもね、そのおかげで軽くなったんだけどね、また次の日ぐらいにまた重くなって重くなって、でまた消して、でなんか3回目ぐらいなんだけど、なんか今あの1万件もなくなっちゃった10分の1とかになってる。悲しい。あ、もうそうそうそう、だからさ、そうなんだ、そう、古いメールです、古いメールです、昔のやつ。あららら、ね、またすぐ増えるかな、ね、びっくりしたんだ、あれ消えてるって思って。そう、でもね、そう、大事なやつというかね、わーこれ素敵って思ったのは全部スクショしてるから大丈夫、大丈夫だけど、なんか今まであったものがなくなるってなると、ちょっとね、なんかおー思います。うん、今日7万件送ろうっていうあ、なんかよく私のメールってなんか迷惑メールになってるらしくって、最近かえりちゃんからのメール来てないなって思って、受信ボックス開いたらなんか迷惑メールが溜まってて、全部私のメールだったらしいんだけれどもそう、なんか入ってるみたい、たまに。なんでだろうね、そんなさあ、私そんななんかギリギリのこと送ってなくない、別にえ、一人とかじゃないんですよ、一人とかお二人とかじゃなくて、結構ないらっしゃるんですよ。私そんな際どいことも送ってないし、なんでやっていつも思う。解除してくださいね解除してね。うん、お仕事行ってらっしゃい。うん、件名次第である。待って、そんなひどい件名送ってたっけ私どんな件名だよ。でも確かに内容にそぐわないやつは送ってるなって毎回自覚あるけれども、そんな迷惑メールになるほどはさあったっけお仕事って行ってらっしゃい。うん、え、ザリガニのネタがダメなの待って、それなんか私そのものがさ否定されてる迷惑みたいな。そうなんよね、今日6時ぐらいに起きました、間違えて設定しちゃって。で朝からね、いろんなショールーム見てた。あ、流してただけでコメントとか全部見れなかったんですけれども、だ
からみんなの偵察は今日はしてないんですけれども、いろんなショールーム流して聞きながら支度してた。幸せ。うん、そう。え、でも偵察でもコメント見れなかったから偵察なのかな、普通に視聴。ジャイアンになりたいって。そうなんです。他のアイドルさんのショールーム行きますか。行く行く行く。でもね、私こう気づいてる方いらっしゃるかもしれないんですけれども、なんか通知来たら通知を押してそのまま飛んでく癖があって、癖なのかわからないんですけれども、それがあって、この前それやっちゃったらいきなりなんか壇上に上がっちゃって、しかもなんだ、壇上のなんだ4位とか、なんかもうトップ5に入ってしまって、他のアイドルさんだからやばいやばいやばいって思って、これ欲しい、なんかあ、ダメ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 だと思ってすぐ退出した。そう、え、でも本当にいろんなアイドルさんをフォローしてます、私。そう、通知と同時に行くとそうなることがありますね。お強いって言われてしまった。1位目指そうだって。そう、何も投げてないけれども通知とね同時に行くとなりがち。でもすぐあれですよ、すぐ私なんかどっか行くんですけれども。うん、確かに。なんかそれでね、前名前呼ばれちゃってる。なんかあ、でもその方はなんかラジオもするし、ラジオ配信もするし、顔出し配信もするみたいな感じで、その日がラジオの日で、でまだカイリっていう名前じゃなかったんですよね、その時。その時は違う名前だったんですけれども、かえ、なんだカイリ佐藤さんありがとうございますみたいな、あ、やばいやばい、ドキドキって思って。なんかでも配信、一人のこの配信のなんか女性になんか自分の存在を知ってもらうといいますか、自分の名前を言ってもらうってなんかすごいドキドキするなって思って、うん、すごいドキドキしちゃったな、一人でやばいやばいと思っておきながらね。そう、嬉しいなと思いましたね。うん、みんなの気持ちわかるわかる。本当にドキドキしますね。うん、そうだよねって。ね、なんかもうコメントとかも気持ちわかります。わかりました。うん。だからなんかコメントなかなか読まれないよってね、いう方もいらっしゃるかと思うんですけど、なんか結構なんか終わった後とかに見てて、コメントとか、あと母とかもなんか録画してくれてたり、そのスクショ撮っててくれて、それでコメント見たりしてるので、なんか全部その時に読まなくてもちゃんと見てるので、なんか終わった後ね、更新しないと見れます。ちょっとだけ、ちょっとだけ見れる。そうなんです。そうなのね。だから今日読まれなかったとか、いっぱいコメントしたのにとか、特定の人の読んでんじゃねえのかみたいな、もしかしたらそう思われちゃうかもしれないんですけれども、そんな、なんかね、そんなこともなくって。そうなんだ。うん、グルちゃん元気ですよ。元気すぎてね、なんかもう傷だらけ、父親がコメントしてないから心配ですって。しなさーい。してして。なんか脱走するしさ、
なんかね、最近風船割るしさ。なんなの？グレちゃん。かわいい。今度一緒に配信したい。したいですね。うん。グレちゃんいくつ？いくつだったっけな。拾ってきたのが6月。で、多分生まれたのも、まあ、5月とか6月。2歳。ん？あ、もうあと2ヶ月で2歳ですかね。あと2ヶ月で2歳。おはようございます。おはよう。グレの大好物、え、シップ好きなん。グレがね、すごいシップ好きなんだよね。なんかシップゴミ箱とかに捨てるじゃないですか。掘り出して加えて、なんかそこら辺にふん投げてくんですよ。だから困るの。なんかさ、え、何これって思ったら湿布で、なんか分厚い冷えピタみたいな湿布じゃなくて、薄いサロンパスみたいな湿布。公園ある時に結構たまに私筋肉痛の時とか貼ってて、それを加えて走って、しかも適当に廊下とかにポイって捨てていくの。なんでって思って。そう、だからゴミ箱の上に蓋しないとなんですよね。あの湿布のね、匂いが、そうそう、多分スーするのが好きなのかなって思う。あ、褒めてほしいの、もしかしてグレちゃん。かわいい。そう、ゴミ箱あさるんだ。なんなの、なかなかの趣味。確かに趣味がなかなかだね。運転頑張って。うん、おはようございます。おはよう。私服の色どうやって決めるのだって、いい質問ですね。適当です。うん、なんか特には決めてない。でも長時間配信するときはやっぱり気を使いますけれども、基本30分の配信をほぼ毎日するとなると、なんかもう服はなんか選ぶ量本当に持ってないので、あるものを着るみたいな感じかな。そんなに選ぶほどはね、ないんだ。あと、でもなんだろう、可愛らしいものを着る、好きなの着るみたいな感じかな。そう。あ、適当って本当に適当じゃないよ、ちゃんと。免許にトライはしないな。どうなんだろう、免許ってまだ考えてないかな。うーん、うん、確かに洋服か。でも今日はちゃんとね、下もこのなんかスカートズボンみたいなの履いてる。もうちゃんと履いてるって毎日履いてますけれども、なんかたまに上と下全然似合わないものを着てるから下は見せられないっていうのある。スカートズボン。うん、履いてるよ。教養の服いっぱいあるよ。私が勝手に教養だと思ってるんですけど。そんな感じですかね。今55分だ。おるー、あらららら、朝からありがとうございます。
今日何しようかなって考えてて今。そう、なんかいつもだいたいルーティーン決まってきてるんですけれども、どうしようって思ってる。でもね、本当にね、私この期間でね、なんかもうボーチューバーさんいるじゃないですか。ボーチューバーさんをすごい見るようになったんですけども、本当に面白いなって思って、まあそれ生配信とは違って編集の力が加わってるんですけど、本当に面白いなって思うから、そういうさ企画やりたいね。あ、ちかなちゃんに返信返しましたよ。パンダのバイクさんあとゆきりぬさん、ゆきりぬさん、かこちんさんとか、吉田あかりさんは絶対見る感じ。本田翼さんのすごい可愛かった。あ、川口春奈さんのも見ました、見ました、可愛い。結構、え、川口春奈さん、あ、川口春奈さん、川口春奈さん、ん、川口春奈さん、川口春奈さん、うん、すごい見てる、急上昇とか見てる。なんだよね。急上昇をね、私よく見ますね。急上昇、みんなも、みんなも見て。江頭さん、あ、江頭さん見てますよ。なんかさ、この前なんか DMM でいろいろ配信してる時に、なんかマネージャーさんに、なんか帰り江頭2時50分さんみたいなことするって聞かれて、えってあ、できるんだそれって思ってでもそれがさ仕事になるなら嬉しいと思って、しますって言ったの、何なんだろう、そ、何かっていうのすごい重要なんですけどかる、ちゃんと私でもできるものなんでしょうか、わかりませんけれど、なんだろう、なんだなんだなんだ、なんですかねとりあえずバンにバンにならなきゃいいけど、わあ、でも DMM バンとかじゃないか、うん、もはや、なんか似てるって、似てる、私似てますかありがとうございます。そう、でも江頭さんもチャンネル登録してます、すごい、もう初めてすぐにもう登録者数200万人いきそう、いったのかな、いきそうなのかな、そうそうそう、うん、すごいよね、江頭さんも見てる、あのタイツチャコットで買ったって言ってた動画で覚えてる、チャコット製って、で予備用はなんかマネージャーさんも持ってるみたいなと言ってたの覚えてる、本当によく見てる、見た？見てますかあ、みんなも見てますか、あ、私本当によく見てる、そう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 、なんもういろんな、なんかもう炎上系の YouTuber の方も見てるし、クイズ系の、あ、YouTuber って言っちゃった、 VTuber の方も見てるし、なんかもうとにかくいろんな分野を見る。なんでこう、そういえば血豆なくなったんですよこんなすぐなくなるのって感じなんですけど、昨日見たらハゲてて、あれ、もうなんか途中までハゲてたらなんかもう歯医者っていいかなって思って、歯医者った、早いのこれって、早いんですか、そもそも血豆ってこう、え、
こう剥げる剥けてくるものなのって思って、なんかでも皮がさちょっとなんか薄いとこになってる。あとは多分残るのかな。うん、再生能力か、深さによるって。若い食用って若くないですよ。グレの引っかき傷はだってここなの。でもねほぼほぼなくなってきた。そうなの、剥げそうで悩んでるって。大丈夫だよ大丈夫だよ。年取ると傷の折りにくくなるって。そうなの、それ最近怪我しない。ちっちゃい時よく転んでたんですけど、自転車で転んだとか遊具から落ちたとかあったけれども、なんかもうそんな遊具で遊ぶ年じゃなくなったから怪我もしなくなったから、わからないな。グリちゃん爪切らないの。爪切るけれどもすぐ伸びるんですよね。なんかそれで切ってる時に引っかかれたりする。会社に乗り込みます、だって行ってらっしゃい。やっとして大きいの。うん、そう普通に歩いてる。暴れるよ。昨日のさ下町ロケットが本当に面白くって、あ下町ロケット見てる方どのくらいいらっしゃるんだろう。見たことある方かな、見てる方以外にも見たこと過去にあるよっていう方結構いるかな。おはよう、行ってきます、行ってらっしゃい、はーい、だって、あ嬉しい嬉しいわ、なんか出演者じゃないんですけれどもあ一緒だ一緒だ一緒だ、え見てない人もいる、見て見て。コンビニに行ったら財布忘れてメンバーにお金を貸してっていう経験あるの。ありませんないと思うな、はいすごいね、もう感動してしまう、ハラハラするな、うん、すごい。え、そうなの、阿賀野市じゃないや、燕市でロケしてたの、その時は知らなかったのかな。で今回見始めて調べてて、あファンの方に教えていただいて知った。え本当に面白いって思って、どうか無事にロケットになって飛んでってほしいな、飛んでってほしい打ち上げ成功してほしい。うん、そうなんだ。みなみちゃんのお父さんは出てらっしゃるんですかね、聞く聞く、それおはよう、初見ありがとう、すごいね、ギストラだって。なんかね昔よね、高校生の時とかすごいなんかエキストラとかに憧れてた時期があって、なんかお友達がなんだっけ、広瀬すずさんが出てらっしゃったねやつのなんかエキストラになんか出たみたいなこと言ってて、あなんかでもそのエキストラって本当になんだろう、自由参加のエキストラ、新潟で撮ってた白山だったっけな、新潟の白山とかで撮ってたなんかエキストラに出たって言って、え何それいいなって思ってたけど、テスト近くて私ママにダメって言われて行けなくて行ってなかったんですけれども、えそう、あそう、チアダンだ、チアダン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 、だから憧れますね、そういうの。うん、じゃあ待って、今何時なんだろう、お墓入りだって、おはよう、8時5
そろそろ終わりにしようかな。うん、あ、青春時計のエキストラね。あれですね、バンダイの方での、うん、タクシーモデル憧れてた。え、なんかね、あのモデルさんには憧れて、憧れてっていうか、みんな憧れるのかな、アイドルとかモデルさんとか憧れるんですけれども、一歩踏み出したことがなかったですね。あ、アイドルの方はオーディション受けたことあるけど、モデルさんとか他のアイドルさんに関しては踏み出すまでがね難しい、踏み出したことがなかったけど、でもドラフトは本当に踏み出してよかったなって思ってるますね。はい、では配信を終えたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。なんか朝も朝でいろんな時間にやろうと思っているので、空いてる時間といいます か、 なんか見れるよっていう時に見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ、おやすみ、あ、間違えた、おやすみおやすみじゃないね、みんないってらっしゃいだね本当に夜の配信、こんばんはって言うしさ、おやすみって言うしまたねー、バイバーイ。